はい、どうもコミです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからですね、動画をお届けしたいというふうに思います。クラン対戦リーグですね、始まりました。今回からですね、チャンピオン3人上がって、我々カンクラもですね、ついにチャンピオンリーグに入ったと。まあ、今までですね、30人の対戦にこだわっていたんですけども、マスター1まで行ってどうしてもなかなかその壁が、超えられなかったんですね。相手はもうタウンホール13のカンストではないか、まあ、13がずらっと30人並ぶのに、こっちは20人以下ぐらいはみんな12とか、まあ、11が混ざってくるような環境だったんで、ちょっとね、まあ、下のタウンホール隊のモチベーションもだいぶ下がっちゃったんで、もう、もう一つね、サブクランがあるんで、そこに、12以下の方とかね、あとまあ13の一部の方に移ってもらって、本体のね、こちら関西クラクラクラブでは、もう13の、防衛力、攻撃力の高い方を、集中的にこう入れてね、やっているというところですね。まあ、このリーグのね、運営ってみんな多分苦労されてると思うんですけども、まあ、我々も、なんていうかな、その30人対戦の期間を5ヶ月ぐらい経て、やっとね、まあそういう体制に変えたというところですね。まあご参考になればというところなんですけども、本日は、ですね、霧長塾のバージョン2ですね。バージョン2、パート2か。バージョンジャーニーですね。パート2ですね。相変わらずですね、この霧長さんのラバルがうまいということでね、それをちょっとですね、本日また動画にしたいというふうに思うんですけども、まあ前回の動画、霧長塾のボリューム1、まだね、ご覧になってない方は見てほしいんですが、そこに、私がね、霧さんからいろいろ教わったですね、ラバルのコツみたいなものっていうのがこう収まってますんで、それもね、ぜひ同時に見てもらえたら嬉しいと思いますが、一応今回の動画でも、全部、お伝えできるところはね、伝えていけるようにこう幅広く、語っていければと思いますので、では行ってみましょう。合計4本あるんですが、今日まずこれ1本目ですね。天才系と言われる、このクランジを、あとその周辺にある、投石機を中心とした、施設を壊していってからのラバルっていう展開の攻め方ですね。この天才系の戦術でクランジを壊す場合には、なるべくですね、隣接するところに、投石機があって、それをね、今みたいにこう巻き込める場合、それが一番いいですね。ここ。今そんな感じでこれ壊してきましたね。巻き込める方がいいかなというふうに思います。で、投石機には、クエイクの呪文2発プラスの、ライトニング、4発かなで落とせると思うんで、そこをね、うまくこう、数を、効率的に使いながら、余ったライトニングはね、別のこう、今だったらグランドオーデンなんかにかけていくっていうパターンですね。で、このヒーローパートですね、今これ、9時方面からスタートしてますけども、狙いはもう完全にこれ、タウンホールですね。霧長式で言うとですね、タウンホールを基本的にはヒーローで処理していくことが非常に重要だと。で、タウンホール、まあ、天才を使う場合ですけどね、タウンホール、あとは、クランジョで、その周辺にある投石機、これがおよそこう巻き込めれば、あとはラバルが回していける最低限のね、状況は整うということでした。まあ、今回で言ったらグランドウォーデンではないな、ロイヤルチャンピオン1体、こちらでこう片付けちゃってますけども、こんな風にですね。アーチャークイーン残ってますね、真ん中に。で、この残っているアーチャークイーン、これ本当はですね、今多分、突撃艦の中にドラゴンが入ってたんで、そのドラゴンで処理したかったんでしょうけども、ちょっと逸れちゃいましたね。しっかりアーチャークイーンのところに行かなかったんで、ミリアーチャークイーンが残っちゃって、こいつが、ずっとバルーンをこうね、打ち続けるという格好になってしまっているんですけども、まあ、そこに関してはそんなに、バルーンの大群がもうね、いるので、まあ、影響がなくはないんですが、もう数で押し切っちゃったっていうところですね。まあ、その分、やっぱり、ヒーローパートだったり、アドバンテージ、ないしは、その後のラバルパートのですね、ルート作りがしっかりできていたんで、バルーンが序盤落とされずに進軍できたというところでしょうね。で、今回のプラン、残り30秒あるんで話をするとですね、ここまずこう壊していくじゃないですか、こんな風にガツンと。ヒーローパートで壊していきますね。そうすると、まあ、残ったブロックって、ここのブロックとここのブロックって、まあ、大きくこう2つ残るようなイメージになるんですけども、まあ、キリさんの場合、ここは非常に、数が少なかったんですね。数がフィュー少なかったので、もうバルーンたちはですね、完全に、もうまっすぐ、ここの、下のブロックっていうんですか、ここをガツンと進ませてしまって、こっちまで到達したら、もう2次側まで到達したら、もうその勢いで、この12時方面の区画っていうのはもう壊していけるっていう、そういう多分算段でいたんじゃないかなっていうふうに思います。なんで、あえてですね、あえてここの12時、1時方面っていうのをケアしようというふうにはしないで、もう見るべきはここ、ここですね、この下の方のまっすぐのルート、このまっすぐのルートだけに多分意識していったんじゃないかなっていうふうに思います。
いやーすげーっすね、相変わらずゴリ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 もう全開取っていってくれてですね、今4戦中3回全開ですね。で最後の1回も非常にねこう工夫に富んだ攻め方で、まあ、惜しかったんですけども残念ながらとないうところでしたね。で、さあ2本目行ってみたいと思います。でこれですね、これ皆さんならどう取りますかね。私ちょっと迷っちゃうところなんですけども、今回もキリーさん、クエイクニアスのライトニング8発ですね。もう呪文ほとんど、このライトニングパートに積み込んでるんですけども、クエイクニアスで、お、ですね、投石機プラスの、エアスイーパーに、あとイーグルフォーカーに照準を当てて打っていきます。で、この真ん中に投石機2個プラスのイーグルエアスイーパーというもうね、対空バルーンたちを使うには、何せ壊しておきたい、まあ、配置ですね、まあ、施設か。を壊した上で、さあヒーローパートがスタートするんですけども、これですね、確かこれウェルプレートリーグでクラウスさんがやってたのかな、あのウォールバスターを使ってタウンホール近くまで、援軍を届けていくっていうパターンですね。でその時に、こう援軍もするんですけども、ウォールバスターの体力がまあ何せ高いんで、それを使いながら盾にして、まあ、ゴーレム使ってたもんですよね。こうヒーローたちをしっかりとタウンホール近くまで届けていくと、さらに、中に入っていた、援軍たちを使ってタウンホールを撃破で、相手の防衛援軍も一緒にヒーローで倒しちゃうと、まあ、いう感じですね。まあ、この、ウォールバスターアタックプラスの、ライトニング、それを使うことによって、あえてライトニングでこのクランチを壊さないということができます。そうすると、残ったのはシングルインフェルノ、さらに対地のクロスボウがこうね、ゴリゴリっとこう、動き4本かな、ある感じなので、もう対空施設の、範囲施設っていうのがほとんどね、もうこれで削られてしまったことになります。もうミストしか残ってないですね、実際こういうところの。でそこに関してはまだグランドウォーデンもロイヤルチャンピオンもいるので、まあ、こいつらをねこううまいこと使っていきながら、まあ、特にここアーチャークイーンに関しては、ロイヤルチャンピオンを当てていきつつの、ストライカーですね、こいつ使ってきます。後ろからこれストライカー出てきましたね。ここ分かりますかね。今走っていってこのストライカーにトームをかけて、これアーチャークイーンをストライカーでこう落としていくんですね。今ちょっとバルーンに被っちゃって見えませんでしたけども、後ろから、ストライカーを走らせてトームをかける、これすごい重要です。トームをかけないとあっという間にアーチャークイーンにストライカーが落とされちゃうので、トームをかけてでそこにですね、ストライカーを当てていく。アーチャークイーンではないな、ごめんなさい、対地のクロスボウとかですね、こういうのに落とされます。要は対地のクロスボウのターゲットってバルーンで取れないので、トームがかかってないとガン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 ストライカーが打たれちゃって、まあ、体力はね600ぐらいかな、私は低いのでね、あっという間に起こっちゃうというところなんですけども、トームがかかれば全然関係なしと、そんなの関係ねえですね、ちょっと古いかそんな感じですね、行くというところです。はい、まあバルーンの大群が残るところからしても、まあプランニングのうまさがもう際立ってますよね。で今回のバルーンも皆さん気づいたかもしれないですけども、この区画、そうですよね、なんならもう一回見直してほしいなと思うんですけども、王が行くことはなかった、直線で走ってるんですよね。アーチャークイーンがこのマルチインフィールのここまでねこう落としてくれてたので、ここかな、違うか、こっちか、落としてくれてたので、もうバルーンのルートがほぼ直線になってるんですよね。ここ直線になるようなバルーンルートを作るっていうのがこの切り調式のバルーン回しのポイントです。回しというよりももうなんていうんですかね、バルーンの進ませ方のポイントですね。よくね L 字を作って回すってことが今までタウンホール10位なんかからよくね動画見てた方は、まあ、言われてたのをご存知だと思うんですけども、この切り調さんはまっすぐです。まっすぐ回すってことを基本的に考えない。1本目のアタックも今回の2本目もそうでしたけども、回すんじゃないですね。まっすぐやるんですね。だから、ミスんないんですよ。そのためのヒーローパートなんかを非常に工夫を凝らして展開していくことによって、もうバルーンのルートももう、まっすぐに限定しちゃうんですね。これめっちゃ重要ですね。私も多分これをどういう風にやるのかっていうところにですね、これから練習の時間を費やしていきたいと思うんですけども、今回の、配置もそうですね、対地クロスボウが多め、シングルインフェルノが多めなので、まあ、ラバルには適してますね。なのでここに対して、クエイクライトニングで宝石機エアスイーパークランジョーを追っていきます。でそうしてから、まあ、タウンホールですよね、ここを狙っていきます。まあ、さっきのキリチョウさんのパターン何度も言いますけども、基本的には、呪文を使って投石機を狙っていく。でさらにクランジョをヒーローパートで壊していく。これがキリチョウ式ラバルの基本かなと私いうふうに思いますので、今回もその例に漏れずですね、このパターンでいってるというところですね。まあ、クランジョーは最悪壊せなくても、さっきのね2本目のアタックみたいにヒーローパートで巻き込んでウォールバスターなんか体力の高いユニット
施設っていうかな、ユニットを縦にすることによってヒーローパートでまとめて処理しちゃうということもできます。ウォールバスターを使っていけばね、しっかりこのタウンホールのところに、なんていうのかな、中に入っている援軍でこうアプローチができるので、まあスニーフゴブに降りれるなり、さっきの日本見ていたらバルキリーの大群入ってましたね。あんな形で処理ができるということですね。でもそれを節約できる、こういうヒーローパートが展開できる場合には突破兵器をもう一個、今回ボマーですね、持っていってますが、これをね、ラバルパートに混ぜて使うことができるということなので、まあ、シンプルに、なんていうんですか、ヒーロー処理に使ってもいいし、高火力帯のところがあるなら、そこの盾役に使ってもいいし、というね、まあ、いろんな付け方ができますね。で、今回のさ、キリさんのこのアタックっていうのは、ちょっと若干 L 字が入ってますね。こんな風に。わかりますかね？ L 字が入っている。これをどういう風に処理していくかっていうんですけども、ボマーじゃなくて、これ突撃艦か。突撃艦でしたね。これをどう処理していくかちょっと見ていきましょう。中に、突撃艦の中に何が入っているのか分からないですけど、まだ壊しませんよね。まだ壊さないで、ど真ん中で壊した。これは何なのか。多分、ロイヤルチャンピオンをドラゴンで処理するのをミスっちゃったっていうことだと思うんですけども。まあ、それにしてもですね、結局、L 字になってたんですが、この L 字も、今度はセオリー通りですね。バルーンたちが、こうまっすぐ向かっていって、一時方面に達したところで、ここからね、追いの追加のバルーンをこう打っていく。そうすることにより、このバルーンたちがまっすぐ進むのではなくて、こう、九時方面に流れるような、まあ、サポートをしていく。まあ、これは、あれですね。結構、ラバル回しを昔からやってる人は基本の L 字の転換の仕方ですね。もう一回言うと、なんていうのか、こういう L 字に、あたたたた、ごめんなさい。すいませんでした。なっている場合っていうのは、こんな感じですかね。主力のバルーン、当然こっちですね。これが主力です。メインのバルーン。で、こっちがサブなんですけども、サブのバルーンになっていくんです。そのメインを回していきながら、サブをこう、上から被せるイメージですね。そうしていくと、こいつらがまとまって、ぐーっとこうね、こっちに、地方面に移る。まあ、こういうね、二つの部隊に分けての付け方。まあ、これが、バルーン回しをやる、その L 字のね、まあ、攻略の仕方ということになりますが、今回少し、ラバルパートが複雑になっちゃいましたけども、まあまあまあ、ライトニングパートで相手の投石機プラスの、クランジョが折れ、かつ、ヒーローパートでこの相手のタウンホールが見れたというところがね、今回、キリさんがそれでもラバルを選択した、ポイントになってきたのかな、というふうに思います。まあ、またですね、きっと、キリさんがその塾長コメントをですね、動画に返してくれるというふうに信じておりますので、なんか間違いがあったらそこで訂正してくれるかなというふうに思います。前回の1本目もね、キリさん、私のこの動画にコメント返してくれましたんでね。さあ、これ最後4本目ですね。これ、残念ながら失敗したんですが、まあ、工夫に富んでるんで、ぜひ見てほしいなと思います。今回のこのアタックっていうのは、相手の怖いアーチャークイーン、クランジョ、タウンホール、これを序盤、すごい小粒ユニットで壊してます。ジャンプ、レイジからの、まずスニークゴブリンで、クランジョを落としのですね、落としたらそのまま、追加のスニークゴブリンを出して、タウンホールを落としていきます。これね、ユニットの部隊を分けているのは、やっぱりですね、全部クランジョに出しちゃうと、クランジョを壊した時点で、スニークゴブリンのそのスニーク効果が解けちゃうんですよね。なんでそうしなかったってことですね。で、残念ながらこれ、ストライカーがですね、のクロスボウ耐震に焼かれちゃいましたね。ちょっとこれ惜しかったですね。アジャクイの立ってる位置が少し、対一クロスボウ寄りだったことがちょっと災いして、これ落としきれなかったってのは多分これはちょっと、悔しいポイント。さらにこの壁開けですね。これがグランドウォーデンのちょっと攻撃によってミヒ残っちゃったっていうところ。おそらくこのアーチャークイーンで投石機まで見てたと思うんですよね、ここ。なんですけども、それが壊せなかったので、この後プラン変更を余儀なくされます。突撃艦をですね、ここにこう、当てていく、まあ、ロイヤルチャンピオンも当てていくんですけども、まあ、本来ね、ロイヤルチャンピオンと突撃艦は多分ですけども、こっちじゃなくて、多分ですよ、こっちにね、こっちの3時方面に当てていたと思うんですよね。そうすることによって、相手のロイヤルチャンピオン、投石機、まあ、シングルインフェルノ、とその周辺を、削り取るようなイメージでいたんじゃないかなと思います。で、そうするとですね、今回のアタックが、こう、直線ルートのバルーン回しになったはずなんですけども、残念ながら今回それがね、これ、中心部分にこう突撃艦を入れざるを得なかったんですね。投石機が2個もあったんで。まあ、こうなったことによって L 字の形になってしまったので、まあ、バルーン展開を、まあ、こんな風にですね、メインがこっちでサブがね、こんな感じ。メイン、サブ。こんな感じで、
追っかけて出していったんですが、アーチャークイーンがやっぱ残っちゃってるんでね、これを処理するためのユニットがいなかったということで、完全に上方面アーチャークイーンにやられ、かつトースキーがやっぱミリ残っちゃってるんで、これが、下方面回り込んできたバルーンたちをガンガン落としちゃって、で結局ですね、この今1時方面に残ってる部隊しかいなくなっちゃったということですね。最後のフリーズを使ってトースキーを止めて、まあ、こういったね、その場その場の判断は素晴らしいんですけども、ちょっとこれはもう一歩伸びきれずというところですね。まあこの壁開けっていうのはね、まあ、スーパーウォールベーカーとスニークゴブリン両方は使えないので、まあ、そういうところにね、まあ、ミス要素があって、まあ、それが今のクラクラのバランスの良さっていうか面白いところなのかもしれないですけども、まあ、今回それにちょっとですね、キリさんが巻き込まれてしまったと、まあ、いう珍しい失敗でした。がですね、ポイントはもう一回言います。キリ正直のポイントですね、相手のタウンホールトース機器、ここを非常にキリさん重要視します。でそこをですね、ライトニングの呪文ないしはヒーローパート、この2つで追っていきながら、いかにしてバルーンの直線ルートを作るか、そこにものすごい意識をね、向けていらっしゃるそうです。で、相手のバーバリアンキングではね、アーチャークイーンロイヤルチャンピオン、まあ、これも当然バルーン落としちゃう嫌なユニットなんですけども、まあ、そこに関してはね、2本目のアタックみたいにストライカーを、トームにグランドウォーデン、トームかけて、落としていくだったり、まあまあスケルトンをちょっと追加する、まあ、スケルトン、ライトニング使う場合はちょっとスケルトン厳しいかもしれないですけどね、まあスケルトンって言ってもありますよね、だったり、ないしはドサクラに紛れてバルーン落としてくれますよなんて、ね、言ってましたね。アチャクイかロイヤルチャンピオンどっちかが残っちゃってるぐらいだったら、ドサクラに紛れてバルーンがね、防衛壊すついでにヒーロー倒してくれちゃったりするから、思い切って言っちゃってもいいっすよみたいなことを言ってました。まあ、そんな風にね見れるので、とにかく投石機とあとタウンホール、このケアをしながらいかに直線ルートを作るかで、そのライトニングっていうのはヒーローパートで直線ルートを作りながらタウンホールを壊す、そのサポートですよねに使ってるっていう多分イメージなんだろうなと思います。はい、というところでですね、本日キリ超軸その2をお送りしました。なんと大秘宝なんですけども、ですね、このキリさん、今回のクラン対戦リーグをもって関西クラクラクラブを離れることに、ね、なってしまったんですね。でどこに行くかって言ったら TH コンプリートさん行くんですね。なんと兄弟クラン、そっちかとJWC の J1 に、ね、出たかったってことだったんですけども、まあ一緒にね JWC 出たかったなっていうふうに思いますよね。まあ、非常に残念ではあるんですが、まあまあイーコーさんにもですね、私アカウント持ってますので、まあ、そちらでですね、引き続きキリ超軸のバージョン3なんかも撮っていけたらなというふうに思っておりますので、この動画よろしければグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またですね、今後もですね、動画ぜひ見ていただけたら嬉しいです。そして、関西クラクラクラブもですね、今回 JWC のまた J3、挑戦していきたいと思います。今回もうね、ほぼオンリー13になっていますので、もうこの、オンリー13の日本トップのね、リーグ舞台で活躍していきたいと思っておりますので、一緒に頑張ってくださる方どしどし募集しております。ぜひお気軽にお越しいただければ幸いです。では本日の動画この辺りで失礼させていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。